ボクシング、重岡雄大が、KO 勝利、弟金次明と共に、W 世界王者達成の快挙。亀田プロモーション。3150ファイトボリューム5東京初進出。東京を殴りに行こうか。2023年4月16日、日東京国立代々木競技場第二体育館。WBC 世界ミニマム級、暫定王座決定戦、12回戦。 丸、茂岡雄大、渡辺、KO7R25 秒左ボディ、ウィルフレド・メンデス、プエルトリコ、茂岡が新王者に、雄大は WBC 世界ミニマム級タイトルマッチとして、同級王ジャパンやプラダブスリ、タイに挑む予定だったが、プラダブスリがインフルエンザ感染で欠場、対戦相手を変更して、同級暫定王座決定戦に臨む。 先に IBF 同級王座を獲得した弟銀次明と共に王座を取れば亀田兄弟、井上兄弟に続く兄弟での世界王座獲得となる。相手のメンデスは元 WBO 同級王者21年に谷口進隆に敗れ陥落したがその後2連勝しているサウスポー同士の両者 1R、雄大は勢いよくジャブで飛び込むが、メンデスは落ち着いてステップしかわす。2R、雄大はすべてはボディをヒットさせる。3R、雄大が右ボディ、さらに左フックを入れると、メンデスはクリンチ。しかしメンデスも足を止めず、ワンツーを入れる。4R はメンデスが軽やかに回りながら、大振りの左右を入れる。飛び込む雄大に、メンデスが闘牛士のジェスチャーで煽る。 4R までの採点は、1社が39-37の雄大。2社が38-38のイーブン。5R、メンデスの手数が増える。ラスト10秒、メンデスが入ってくるところに、雄大が左右フックからの左。メンデスが尻餅をつき、ダウン。雄大は下を出す。メンデスが立ち上がったところでゴング。6R、雄大がプレッシャーを強め、ボディを入れてゆく。 7R、7 R 開始直後、雄大がステップで右ボディのフェイントから、左ボディをクリーンヒット。メンデスが崩れるように、膝をつく。10カウントが取られるも立ち上がれず、雄大が KO 勝利。兄弟での同時世界王者誕生を成し遂げた。雄大はマイクで、世界チャンピオン目指してきましたけど、ここがゴールじゃないって手に取ってみてわかる。ここからがスタートだなって思うし、もっと強くなんなきゃなって。 すでに思ってるんで、と、まだまだ先を目指すという。弟の銀次郎にもマイクが回され、銀次郎は二人の夢は叶えたんですけど、もっともっと大きくなりたいし、強くなりたいと語る。そして雄大は感謝を弟にだけ直接言ったことがなくて、一緒に格闘技始めて20年くらい経つけれど、こいつが横にいなかったら、俺は多分ここに立ってない。これからも二人で一緒に行けるところまで行ってやると、 今後も茂岡兄弟で登り詰めると熱く語った。ボクシング、茂岡雄大がメンデスに7回慶応勝ちで暫定王者に弟の銀次郎と史上初の同階級での兄弟同日世界王座獲得。プロボクシングのダブル世界ミニマム級暫定王座決定戦が16日東京代々木第二体育館で行われた。 WBC3 の重岡雄大26が同級7位で元 WBO 世界同級王者のウィルフレド・メンデス26プエルトリコに7回25秒 KO 勝ち。 先に試合をした弟で IBF4 位の茂岡金治明23渡辺と共に故郷が大きな被害を受けた熊本地震の本心から7年の日に史上初の同階級での兄弟同日世界王座獲得を果たした弟がつないだ KO 勝利のバトンをつなげたメインイベントに登場した雄大が2度ダウンを奪う高価値で新王者となった負ける相手ではなかった 勝つのは当たり前で、これからも勝ち続ける。メインイベントの2試合前に、銀次郎が IBF3 のレネマーククアルト26フィリピンに9回 KO 勝ち。先に世界王者になった。最高の形でバトンを受け取った雄大だが、銀次郎が熱い試合をして、控え室で泣きそうになったと、気持ちが空回りし、序盤は左の大振りがことごとく空を切った。 4回終了後の公開祭典では、ジャッジ1人が39対37で、雄大を支持したが、2人は38、38とイーブン。5回にようやく左ストレートがヒットし、ダウンを奪った。7回に左ボディを当てると、メンデスは膝をつき、立ち上がってこなかった。当初は WBC 王者のパンやプラダブシー32対2世界初挑戦する予定だったが、 パン屋がインフルエンザに感染。10日に対戦相手の変更が発表された。右構えのパン屋からサウスポーのメンデスに代わり、雄大は2月後半からずっと右構えの選手とスパーリングを行っていたが、今月4日にはメンデスとの対戦を視野に入れ、サウスポーとの試合を想定した練習に切り替えた。その後、サウスポーとのスパーリングは2度行っただけ。 短期間でサウスポーへの対応が求められたが、サウスポーは得意で問題にしなかった。次戦はパン屋との団体内王座統一戦が義務付けられている。世界王者を目指して小さい頃からやってきたが、ここがゴールではない。これからがスタート。正義王者を二人でぶっ倒す。雄大はこの日が26歳の誕生日。バースデー勝利で日本男子史上3位タイのスピード記録となる。 ロ7戦目で世界王座を獲得した。銀、次郎と一緒に格闘技をやってきて約20年ぐらい経つけど、こいつ、銀次明が横にいなかったら僕はここに立っていない。これからも、茂岡兄弟2人で一緒に行けるところまで行ってやろうと思っている。次戦も銀次郎と同工業で、この日8月11日にエディオンアリーナ大阪での開催が発表された工業での ダブル団体内王座統一戦を希望。次は俺が先にやると、試合順を指定して笑った。プロ戦績は、雄大が7戦7勝、5KO、面ですが21戦、18勝、6KO3 敗、パンヤが40戦、39勝、23KO1 敗、銀次郎が10戦9勝、7KO1 無効試合、クワルトが27戦、21勝、12KO4 敗に分けとなった。 ボクシング、重岡銀次明に、KO 負けクアルト会見拒否、精神的な理由3度のダウン奪われ破れる。プロボクシング、3150ファイトボル5大会16日、東京・代々木競技場第2体育館、IBF 世界ミニマム級3位で、全王者のレネマーク・クアルト26、フィリピンが試合後の会見を拒否した。関係者によれば、精神的な理由だと言う。 クワルトは第7試合の IBF 世界同級暫定王座決定戦に登場。同級4位の重岡金次明23渡辺に9回2分55秒で KO 負けした。失業、失業なまでにボディを狙われ7回にダウンすると9回には2度のダウンを食らった。1回にダウンを奪っていたが試合をそのまま優位に運べず巻き返せなかった。 重岡銀次明キラ、二度目の世界戦でベルト獲得。兄弟での同日世界王座獲得へ。兄雄大へ、バトン試合中には、初のビデオ判定も。ボクシング工業、3150ファイトボリューム後。2023年4月16日、東京・代々木第二体育館、阿部まで全試合無料生中継第6試合。 IBF 世界ミニマム級47.6キロ以下暫定王座決定戦。第6試合では IBF 世界ミニマム級4位。重岡銀次明。渡辺が全同級王者で同級3位。レネマーククアルト。フィリピンに9回 KO 勝利。IBF 世界ミニマム級暫定王座を獲得した。銀次明は9勝1無効試合。サウスポースタイルの銀次郎。 1R から大振りで前に出てくるクアルトに対し、的確にジャブ、ボディを当てていく。しかし、残り30秒を切ったところで、右を被弾し、ダウン。2R には、1分過ぎに偶然のバッティングでクアルトの左目付近が腫れ上がる。3R、ペースを取り戻した、銀次明キラは、相手のパンチをかわしながら、ジャブとボディで、主導権を握る。中盤も的確なジャブで、銀次郎が支配。 6R には強烈な左ボディで相手の足が止まる。終盤にはクワルトがダウンしたように見えたが、この試合から日本ボクシング史上初めて導入された映像判定、VTS 判定によりバッティングによるものだとされ、スリップとなった。7R にはロープに詰めてラッシュ。左ボディで正真正銘のダウンを奪った。8R も強烈なボディを立て続けに叩き込む。 終盤にはコーナーに詰めるも、バッティングで試合が止まる場面も、QR にもボディで2度ダウンを奪い、試合を終わらせた。23歳の銀次郎にとっては2度目の世界戦。前回は1月6日に同級王者ダニエル・バラダレス、メキシコに挑戦するも、3回終盤に偶然のバッティングにより、バラダレスが試合速攻不可能をアピール。 レフェリーが試合終了を告げ、無判定試合となっていた。メインイベントの WBC 世界ミニマム級暫定王座決定戦では、兄雄大がウィルフレド・メンです。プエルトリコと対戦。雄大が勝てば、日本ボクシング界初の兄弟同日、世界王座獲得の快挙となる。兄弟世界王者は、日本では過去に2例。 亀田幸喜、大輝、和樹の亀田三兄弟と、井上尚也、拓磨の井上兄弟。